Oh my god, shut the hell up. Nezuko, I swear to god, if you don't let go of my sword, I'm gonna put you in the black market. I can't, it's stuck! It smells like something's burning. That's not nice. I'm gonna kill you! Oh brother, not this guy. I made him shit his pants last time. That's not funny! Oh shit! What is this guy? Oh, hold up! I'm a slayer! Who's not sure? Shit my pants again. ご様子で何よりです。元気とってこんなざまだけどよ。お前また上弦と戦ったんだってな。五体満足とは運の強いやつだ。おかげさまで、なんとか生き残ることができました。もう、ここで、休んでなまった体を存分に叩き起こしな。はい、頑張ります。
か。やっと来たか。皆さん、お変わりなく。その説はありがとうございました。なーに、堅苦しいこと言ってんの。助かったのはこっちですから。いい顔になったね。うん、男の顔だ。お前らもっとしっかり食えよ。で、クローネーと午後からの稽古はもっときついぞ。飯残したやつ、稽古の量増やしとくからな。食べてね。はい、いただきます。お鍋食べきらないと天元様から稽古の追加だよ。お前今日夜の巡回警備だろ。おう、変わってくんない？いやだね。夜の警備行ったら次の朝の稽古が免除になるからな。よし、次の稽古行くぞ。二人一組だ。行きますよ。ほらほら、お前らも頑張りを見せてみろ。くらいのバカ体力がないと上限とは戦えないのか。やっぱり上限って強えんだろう。それは信じられないくらい。どんな感じなんだ？そうですね。ドーンって気づいたらやられていて、でも死んでないってことは反応できたってことだから、前向いたらまたバーンってやられて、次はガキーンって、それで脳に空気がいかなくなったら。わかったわかった、もういいって。やっぱり俺たち凡人には理解できない世界ってあるんだな。よーし、本日の締めだ。そうだな。
今日はあの山だ。麓を一周して帰ってこい。神たらやってたら飯抜きだぞ。ほらほら走れ、さっさと行け。これくらいでへぼってたら先はねえぞ。天元様、ああやってきつくはおっしゃるけど、ほんと実際は甘いんですから。この前なんて最後の大使が帰ってくるまで自分も食事取らないで、結局山まで迎えに行っちゃったんだから。全部聞こえてんだよ。親方様から預かった大使を俺んところで潰すわけにはいかねえからな。はいはい。じゃあ俺も行きます。おう、サクッと行ってこい。柱になれるような人はみんな心の奥底は優しいんだ。おやじさん、もう一枚お願いします。あいよ。もうかなり限界だ。でも勝たないと親方様との約束が守れない。義勇さんがみんなと一丸になってくれるように俺が頑張らないと。追加を頼む。はいよ。この勝負、俺が負けたら稽古に参加しろという話だが、勝てば参加しなくてもいいのか。それは。えいやまち。どうも。なんちゅうもね。親父。こいつにもう一枚だ。あいよ。この一枚で俺は打ち止めだ。つまりお前がその追加を食べればお前は俺に勝つことになる。それで俺が柱稽古に参加すれば、お前は納得するんだな。はい、嬉しいです。なら、最後まで食べろ。はい。義勇さん。もっと食べられるはずなのに。とはいえ、しんどい、しんどい、しんどい。
ここを置いときますね。あ、炭治郎くん、ありがとね。はい、どうぞ。高級な玉露のお茶よ。疲労回復にいいんだ。へえ。じゃあ、いただきます。おいしい。炭治郎くん、私たち改めて遊郭のお礼を言いたくて。ありがとうね。本当に感謝してる。そんな、俺だけの力じゃなかったですから。炭治郎くんに妹さん、あのイノシシくんに黄色い髪の彼、そして天元様、誰か一人欠けても、あの朝日を見ることはできなかったと思う。天元様と私たち三人全員が一緒に生きて帰れるなんて本当に奇跡としか。ひなつる、でも、天元様も本当はまだ戦いたいんです。夜中に、よくうなされているの。離脱した自分を、ずっと責めてる。炭治郎くん。鬼舞辻無惨を倒してね。はい、必ず。いいかお前ら、よく聞け。今日は毎日締めにやってる山一周の長距離走は中止だ。その代わり、特別に実戦に沿った稽古を行う。山に入れ。鬼と戦うのはいつも夜だ。だから俺たちは闇の中で戦う術を磨かねえとならねえ。暗闇に目を凝らし、目で見えねえもんは感じ取るしかねえ。今から俺は鬼になる。お前たちを食う鬼だ。どうにか生き延びてみるんだな。そしてかまど、お前はこいつらを守りながら俺を倒すのが役目だ。Thank you.
つが元忍の渦井さん。匂いじゃ気配を探れない。どこだ、渦井さんはどこに。うずいさん、無理だ。柱相手に俺たちじゃ。鬼に向かってもそういうつもりか。元柱の渦井さんに中途半端な動きをしたところで全部見抜かれてしまう。固まって、みんな俺の近くに背中を合わせて隙を作らないでください。遅い遅い遅い。やるじゃねえか、かまど。片手でこの力、さすが渦井さん。ほらほら、もっと撃ってこい。はい。すごい、元柱を相手に互角にやり合ってる。これか、草原相手に戦って生き残った者同士のやりとり。前より力つけたな、みんな。お前ら引退した俺にここまでやられやがって。ったく、
強がりも言えねえのかよ。俺たちじゃ無理っす。元柱相手なんて荷が重いっす。おいおい、俺はお前らをビビらすために稽古したんじゃねえぞ。わかってます。柱やかまどなら、女芸や鬼舞辻無惨に勝てるかもって希望が持てました。俺もです。俺も自分も。だから俺たちもいつかは少しでもその支えになれるよ。頑張ります。稽古して強くなります。強くなります。お前ら、なんだかんだ力をつけてきてやがる。お前はもうここでやることはないな。先に進むな。はい。俺たちは上限を倒した。しかし鬼舞辻無惨、あいつを倒さない限り何も終わらない。頼んだぞ。はい、必ず仕留めます。炭治郎くん、次の場所でも頑張ってね。じゃあ皆さん、また別の稽古場でお会いしましょう。かまど、頼んだぞ。俺たちも後から行くからな。では行きます。ありがとうございました。おう、元気でな。Okay.
君、本当ならもう3回は死んでるよ。やられてもすぐに動いて、体勢を立て直して。僕の動きについてきて。君、また死んだよ。ほら、誰かがやられても動きを止めない。止まると自分もやられると思って。お炭治郎、待ってたよ。元気そうだね。はあ、あんたたち使えないわね。鬼に食われて死んじゃいなさいよ。またあいつか。何見てんのよ、下っ端が。時藤くんの春日井ガラスだ。相変わらずひどいこと言うなぁ。うっさいなぁ。あっち行けよ。あぁ、止まんなさいよ。メンタもこじ。入るよ。これは時藤殿。金森さん。ん？おー、炭治郎くんではないですか。ずいぶん回復されたようですね。よかったです。はい、ありがとうございます。どうしてここに？僕がお誘いしたんだ。炭治郎、これ持ってくれる？少し下がって歯をこっちへ向けて。こう？そのまま動かないで。どう？すっごい綺麗。これが金森さんに来てもらった理由。じゃあ、金森さんをここに。ええー、常駐して手入れさせてもらっています。戦いに向け、
いつも刀を最高の状態にしておきたい。そう申し出たら、親方様から僕の思うようにしたらいいと。親方様が。そして、刀を研ぐための部屋まで作ってくれた。自身のお体にこそ気を使っていただきたいのに、いつも僕たちのことを一番に気にかけてくださるんだ。本当にありがたいことだよね。好きだらけ、僕と拾って。感情のまま攻撃しても相手にかなうはずないでしょう。それどころか飛んで火にいる夏の虫だ。鬼との戦いにやり直しはないよ。たとえ九勝一敗でも、その一敗で命を落とす。生き残る術を持つために、一つ一つの動きを研ぎ澄ますんだ。今日はここまでにしよう。あれ、炭治郎。はい、死んだ。そこ、動き止まってる。はい、君も死んだ。やっぱり緊張感が足りないな。一度真剣で稽古してみようか。真剣持ってきて。あ、はい。さあ、始めよう。それは…構えて。無理…無理です!さあ、you
ません、それ以上は。すみません。闇雲にかかってこなかったことは成長かもね。わかっているんです。柱に比べて戦いの厳しさが理解できてるはずも。早くなってるよ。筋肉の弛緩と緊張の切り替えを滑らかにするんだ。いいね。そうそう。そうしたら体力も長く持つから。足腰の動きも連動しててバッチリだね。次の柱のところに行っていいよ、炭治郎。え？もういいの？いいよ。5日しか経ってないよ。だって炭治郎、言ったことちゃんとできてるもん。じゃあ俺たちももう2週間いるので。何言ってるの、君たちはダメだよ。潰り終わったなら打ち込み台が壊れるまで打ち込み稽古しなよ。落差がすごい。品津川さんの道場、こっちだっけ？違う！そこの角を右だ！鳥頭！ああ、あそこを右ね？気配を消してヤモリのように命に関わり殺されない。うん、うわー、うん、うわー、
うるせえ！調子のんだよ。俺はてめえを認めてねえからな。全然大丈夫です。俺もあなたを認めてないので。禰豆子刺したんで。善逸がああなるのもわかるきつさだった。とにかく品津川さんに切りかかっていくという単純な打ち込み稽古だったが、けど打ち負けて失神するまでが一区切りで、それまで休憩なしだった。イグロさんですらもっと休憩をくれた。善逸は目覚めると、親の仇のごとく俺を責めた。ごめんね。品津川さんは特に俺への当たりが強く、一瞬でも気を抜いたら大怪我して治療に逆戻りだ。ごはん初日でこれはまずい。ボコボコのゲロまみれ。心折れそうだな。待ってくれよ、兄貴。お、剣也の声。話したいことがあるんだ。しつけんだよ。俺には弟なんていねえ。いい加減にしねえと、ぶち殺すぞ。うちの兄弟喧嘩と違う。降参か。なれなれしく話しかけてんじゃねえぞ。それからてめえは見たところ、何の才覚もねえから、
鬼殺隊やめろ。呼吸も使えないような奴が剣士を名乗ってんじゃねえ。そんな。待ってくれよ、兄貴。ずっと、俺は、兄貴に、謝りたくて。頑張れ、玄弥。玄弥、負けるな。心底どうでもいいわ。失せろ。そんな、俺、鬼を食ってまで。戦ってきたんだぜ。なんだと？今なんつった？てめえ、鬼よ！だと？あと何日続くんだよ。はあ。戻ってきた。血も涙もない男が。失神したフリーだ。ん？あれ、炭治郎か？殺されるぞ、炭治郎！何してんだ！建物ぶっ壊して！やめてください！このねじ曲がったまがまがしい音は。うわあ！おっさんが暴れてんのね。稽古場じゃないところでも怒られるのかよ。つもりですか？玄弥を殺す気か？殺しゃしねえよ。殺すのは簡単だが、対立違反だしよ。再起不能にすんだよ。ただしな、今すぐ鬼殺隊をやめるなら許してやる。ふざけんな！あなたにそこまでする権利ないだろう！やめるのを強要するな！さっ
き弟なんかいないって言っただろうが、玄弥が何を選択したって口がするな。才があろうがなかろうが、命を懸けて鬼と戦うと決めてんだ。兄貴じゃないって言うんだ、絶対に俺は玄弥の邪魔をさせない。玄弥がいなきゃ上弦に勝てなかった。再起不能になんかさせるもんか。そうかよ、じゃあまずてめえから再起不能だ。炭治郎、こいつ止めやがった。
郎くん。これはどう食べたらいいんですか？これはね、炭治郎くん、あーんして。お、はい。お味はどう、炭治郎くん？ほっぺたが落ちそうです。超絶おいしいでしょう。はい。じゃあ炭治郎くん、食べたらこれに着替えてくれる？お！はい！みんなの動き合わせてね！手を伸ばして！思いっきり飛んで！くるっと回転。技のキレを上げるために体の柔軟はとっても大事なの。ほぐしてほぐしてほぐしまくりましょうね。あ、ダメダメ、それじゃあ。お手本見せるから変わってくれる？いくよくんもやってみようか。準備はいい？いくよ。柔軟は地獄。いやかまど炭治郎、俺はお前を待っていた。よろしくお願いします。黙れ、殺すぞ。え？甘露寺からお前の話は聞いた。ずいぶんとまあ楽しく稽古をつけてもらったようだな。え？楽しく稽古な。甘露寺様からお手紙です。イグラさん、お元気ですか？今日は稽古後に炭治郎くんと一緒にお茶したんだよ。炭治郎くんって甘いもの食べても飲んでもほっぺた落ちちゃいそうになってて、
いいの。俺は甘露寺のように甘くないからな。しょっぱなからとてつもなく嫌われている。お前の稽古はこれだ。この障害物を避けつつ太刀を振るってもらう。太刀筋強制だ。はい。それでここは処刑場？このくくられている人たちは何か罪を犯しましたか？まあそうだな。弱い罪、覚えない罪、手間を取らせる罪、イラつかせる罪というところだ。もう、えらいこっちゃ。これを持て。一度だけ見本を見せてやる。以上だ。あの速さで大使たちの間を正確に振り抜けるなんて。やってみろ。当てないで。とっととやれ。はい。話にならん。それで稽古と言えるのか。俺が相手をしてやる。撃ってこい。臆したな。これじゃどうしようもない。
行きます。狭いところでも正確に太刀を入れる。まあ、呪い。ダメだ、イグロさんを相手に大使たちを気にしてちゃ。さて、仕切り直しだ。世にも恐ろしい訓練開始。使うのが木刀だとしても当たれば大怪我。このかわいそうな大使たちの間を縫ってイグロさんの攻撃が来る。これ本当にヤバい。だってこの人の立ち筋、異様な曲がり方するんだもん。呪い。持ってるのは同じ木刀なのに、どうしてこんなに曲がるんだ。狭い隙間でもぬるりと入ってくる攻撃、まさに蛇。それに加えて、やっぱりこの隙間を狙おうとした時の仲間の心の声。頼む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 、当てないでくれ。これが本当に聞こえてきて精神をえぐる。ためらうな、ゴミめ。今までにない緊張感で手がブルブル震えた。これは相当正確な太刀筋で刀を振れないと大惨事だ。まど、お前あれだけ柱と稽古した後でよくやれるな。みんなに迷惑かけたくないから。おう、やるか、俺たちも。そうだな。これ傷にしみるだろうな。絶対痛い。行くか。行くぞ。おう、みんなでな。せーの。
呪い。そんな速さでは稽古の意味がない。はい、踏み込みまで遅くなってどうする。どうした、走るだけか、ノロマ。イグロさんとの戦いにだけ集中するんだ。実戦では木や岩に刀を引っ掛けたら命取り、障害物を避けて刀を振る。それと同じだ。正確な立ち筋で打ち込めるようになってきた。イグロさんの攻撃を避けて、自分の方からも攻撃できる。攻撃が当たり、イグロさんの羽織の裾を切ってた時、訓練終了と言われる。ありがとうございました。じゃあな、さっさと死ね、ゴミカス。なれなれしく甘露寺と喋るな。最後まで嫌われていて悲しかった。なんで？最も重要なのは体の中心。
足腰である。強靭な足腰で体を安定させることは、正確な攻撃と崩れぬ防御へとつながる。まず滝に打たれる修行をしてもらえ。丸太三本を担ぐ修行。太い。最後にこの岩を一丁先まで押して運ぶ修行。私の修行はこの三つのみの簡単なもの。下から火で炙るのは危険なため、なしとする。すみません。善逸が気絶しました。川につけなさい。抱かれているようだ。おい母ちゃん、母ちゃん、冷たい。これはきついな。修行、過酷だ。ちょっと伊之助も頑張ってるんだ。俺も。ん？念仏が聞こえなくなった。あれ、猪木家！猪木家！あ、やばい！やばい！猪木家！あきら猪木家！あきら！イナスケ、アキラー！
ちらは。伊之助。ジャタツラシ。この滝は。違うぞ。念仏だけはずっと唱え続けろよ。集中するためでもあるけど、意識があることを伝える合図でもあるからな。はい。南無阿弥陀仏。水が冷たい。それに重い。ダメだ、黙っちゃう。体の力抜いたら首が折れそうだし。いやいや、お前もあのイノシシもすげえよ。初日滝修行できるようになるの夕方だったぜ。なかなか水になれなくて、とりあえず一刻滝に打たれ続けられるようになったから、俺はこれから丸太の訓練だ。すごいですね、村田さん。と10日いるからな。あいつすげえよ、玉じゃりじゃりおやじ。岩柱の姫島さんな。変なあだ名をつけちゃダメだよ。初めて会った時からビビッときたぜ。骨も食べるのか、伊之助。おい、お前食べねえのか。歯ごたえあってうめえぞ。すごい。俺の知ってる人の中で一番魚をきれいに食べるのは伊之助だな。俺は何でも一番山の王だからな。当然だ。大丈夫か、お前。もう十匹目だぞ。うん。おげえ、たまシャリシャリ親父のことだけだよ。岩柱の姫島さんな。間違いねえ、あいつ。鬼殺隊最強だ。おお、やっぱりそうか。そうなの？姫島さんだけ匂いが全然違うんだよな。あざがもう出てたりするのかな。出ててもおかしくね。やっぱちょっと短期間で階級上がる奴らの話はついていけんわ。普
通そんなんわからんだろう。内容が異次元すぎる。あと炭治郎の焼いた魚うま。俺は信じないぜ。あのおっさんはきっと自分も案内は一丁も動かせねえよ。若手をいびって楽しんでんだよ。いよいよ姫島さんはあれよりもまだ大きい岩を押してるそうだから。お前はなんで言われたことをすぐ信じるの。騙されてんだよ。いやいや、全員いつも耳がいいんだから、嘘ついてるかついてないかくらいわかるだろう。ナムアミタムス、ナムアミタムス。あ、ちょうど通ってるな。うわー、すごいな姫島さん。俺もあんな風になれるかな。頭大丈夫か。あのおっさんが一番なの。おっさんそもそもクマみたいにでかいやつで、でも頑張れ。巨人と小人じゃ生まれついての隔たりがあんねえよ。わかるだろ。腹も歩かかせいで岩を押してくるわ。いやー、もう前向きで撃つばっか。俺の居場所ないわ。まあまあ、うっせぇ。まあまあ、なまじゃねんかな。Oh!
直しに戻るか。お、おはようございます。お、かまど、俺たちは山を降りるわ。とてもついていけねえ。おう、悪いな。ここで脱落するのは心苦しいが、でもお前たちの後方支援に回らせてもらうよ。頼んだぞ、かまど。はい、俺からも頼みます。え、頼む？皆さんが後方支援してくれたら、俺たちも安心して鬼と戦えます。鬼殺隊全員の力で鬼舞辻無惨の首を取りましょう。わかった、後ろは任せておけ。了解だ、かまど。頼まれた。上手だな。ほんとだ、めっちゃ三角。かなり体を酷使したから塩分は多めにしてあります。お待たせしました、皆さん、どうぞ。おいやー、うめえよ。体に染みるわ。うまい。俺、今回の訓練で気づいたわ。今の柱たちがほとんど継ぐ子いない理由。何ですか？俺もなんとなくわかったわ。しんどすぎてみんな逃げちゃうんだろう。ああ、それとかあの金髪みたいにさ、柱との違いに打ちのめされて心折れたりさ。こういうのを当然のようにこなしてきてんだから、柱ってやっぱすげえわ。そうですね。っていうかお前めっちゃ米炊くのうまくない？うめえ。なあ、魚焼くのもうまいしよ。俺、炭焼き小屋の息子なんで。なるほど。料理は火加減。焼きおにぎりも美味しいんです。やるな、炭治郎。どんどん食べてくださいね。この味噌漬け最高だよ。なんか泣けてきた。わかる。お袋の味だな。
懐かしいな。ダメだった。もう6日目だ。どうする？鬼だっていつまでおとなしくしてるかわからないぞ。早くしないと。単純に筋力が足りないのかな。それとも、また別に呼吸法がある。これだけ訓練してるのに、まだあざを出し続けられない。お前、額のあざ濃くなってないか？ああ、玄弥！大丈夫だったのか？あの後連絡取れなくなったから心配してた。謹慎してたんだよ。姫島さんに叱られてさ。兄貴と接触するなって言われてたのに、あんなことになって。そうか。悪かったな、巻き込んで。かばってくれて、ありがとうよ。いや、そんな。それはそうだ、お前、あざ。わ、あざ、濃くなってる？ああ。誰にも言われなかったけどな。そりゃ毎日顔見てりゃ変化がわからんだろう。鏡持ってねえのか？うん。後で貸してやるよ。本当に濃くなってる。よかった。嬉しいぞ。死ね。うん、お前がな。岩の訓練してんだな。俺もやってるよ。いや、でも全然動かなくて。玄弥は動かせた？動かせるよ。お前ら、反復動作をやってんの？え？やってねえのか。姫島さんも教えるのうまくねえからな。よく見て盗まねえとダメだぞ。集中を極限まで高めるために。あらかじめ決めておいた動作をするんだ。俺の場合は念仏唱える。姫島さんもやってる。そうそう、ナムナム言ってるだろ。ナム。あばよ、二度と来んな。じゃあな。ありがとう、玄弥。試してみるよ。
無理するなよ。ってそんなこと言っても聞くようなやつじゃないか。もう一回だ。反復動作。玄弥が言ったことを思い出して。すべての感覚を一気に開くんだ。姫島さんが言うには、俺は呼吸を使えないけど、反復動作を使えば、岩も動かすことができるってよ。と言っても、俺もまだまだなんだけどな。君島さんと玄弥はこれを使うとき、怒りや痛みの記憶を思い出す。それにより心拍と体温を上昇させている。ご飯にしてくれよ。お前が作ってくれたの食べたらもう他のやつのは食べられないよ。もうそんな時間か。すぐ行きます。よっ、おふくろ、おふくろ。おかえり、ゲンヤ。俺も手伝うよ。ありがとう。ブーダ、反復動作はできたか？全集中とはまた違うみたいだ。感情を高ぶらせる感じだな。ただ、思うんだけど、お前の額のあざって、それと同じ状態になってるってことなんじゃないか？だけど、姫島さんや、ゲンヤ、お前にだってあざはないぞ。確かにそうだなぁ。炭治郎。ん？お前にとって感情が強く高ぶるときってどんな時なんだ？それは…なんかわかんないけど悲しいことを思い出させちゃったか。悪いな。ああ。お前ならきっ
とできるよ。ありがとう。反復動作をすることにより、いつでも一瞬で集中を極限まで高められる。俺の反復動作はまず、大切な人の顔を思い浮かべること。それから、煉獄さんの言葉を思い出すこと。心を燃やせ。くでた状態がこれでずっと続けられるようになるといいな。あ、この万次郎、あいつこんな夜も明けてない時間から稽古始めてんのか。一日持たねえぞ。うん、でも負けてらんねえ。動作から全力を出す。それを何度も何度も何度も繰り返しているうち、体が覚え始める。反復動作から全力、この工程を。This one's for Shigaraki. You claim I've lost the war,
But that was just the battle. The real war starts now. And you've got a new name for yourself, huh? Kimura Rizuraki? Well, I don't buy it. You have no Riz. And you get no bitches. I'm still Rizuku Hamidoriya, the Resilante. And you don't know what's coming. I pop a break into my drink and I'm good.